キーリチ正しいコンボで攻撃したら多くキャノン打てますよ。燃焼込みだったら多分一番上手に、ちゃんとなんか何、扇形のとこにスライディングしたら多分4回使えるんだよね、ハンドキャノン。あと爆発も打って。いや、どうなん？え、元素爆発で持続時間伸ばすのは意味ないと思ってんだけど、これ。元素爆発のカットインだけで 1.7 秒になるでしょ。スキルでさ、自分が強くなる系のスキルあるやん。で、そういう系のスキルって、爆発使うとカットインの間時間が無駄になるんよ。カットインもったいないなってなんだけど、まあ、1.7 秒って多分爆発のカットインと一緒ぐらいなんだよね。伸びてる？延長はされてない気がする。あー、であれか、燃焼してる時のボーナスがもらえるのか。なるほどね、それは意味あるな。あんま変わらん気がするけどな。みんなは俺が獲物だ。左に出たら、お、早っ。右、ひ、あれか、スライディングの方向を気にしないで連打でいいのか、これもしかして。いや、私なんか、行きってなんか右、右、右、左、左、左に行ってたけど、変に方向ボタン触らない方がいい説あるな。相手の死角？あ、死角の方に行けばいいの。冒険だ、冒険！って基本的に右、左、右、左になるんかな。こう、左、ハンドキャノン。あー、ほんまや。ちゃんと自分で入力しないとダメだね、これは。スキルこうで右に入って、こうこう、4回使った、4回使えた。4回使うためにはちゃんと燃焼を起こしてスライディングしに行くことが大事だな。5回ハンドキャノン撃てるってなったらめっちゃ変わるで。 1300% だからな。爆発のタイミングをうまく使えば5回いける。よっしゃ、任せろ。シールド貼ります。炎をつけます。右1回、あー右なのに、あーもう間違えちゃった。2右3左、あー無理だった。あ、結構むずくね。ちゃんと右と左どっちにエリア出るかちゃんと見なきゃダメじゃねこれ。態度はない。でも次に代償を払うのはお前だ。なんか内側を回ったらすぐ回れた気がする。なんか結構近日極めがいあるな。外側をぐるっとしたらちょっと時間かかるけど、内側ぐるっとしたらなんか一気にこれぐらい回ったぞ今。大勢でかかってきた。まだ学びがあるんだけど近日。獲物だ。ほらほらめちゃバレるやん。ほら、ちょ、密着したい密着。おお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 お、え、どう今相手の体に近づいた状態でスキルを使えば、態度はない。一瞬でエリアをくぐれる説。これどう、学びじゃね。え、5回打ちたいハンドキャノン、しおりでシールド張って剣女盤石、爆発切ってでスキル使ってくぐり抜けて打って爆発で延長して、2回目3回目で近づいて4回目4回使ったら死んだ。おい敵が弱え。相手との距離が近いとスライディングできる距離が増えるから、それで扇形の範囲くぐり抜けやすいよね。え、爆発と一緒に使えば5回いけるって言ってたっけ。シールド貼って炎元素つけて、1回目2回目3回目で近づいて4回目、あーでも4回でぴったりだ。バカ、あーじゃあ4回、ドアがいても4回なのかな。お、めちゃくちゃ面白いじゃねえかキイニチ。お、プレイヤースキル要素あるし。え、6回は無理か。え、6回半だけど無理。爆発使ったらすぐキャノン撃てるようになってんの、なんか おかしいけどな。え、なんで爆発使ったらキャノン撃てるんですか。そういう効果なんですか。もう継続時間が延長されるとしか。あ、夜光寺、あ、夜光寺20じゃん上限。あ、20溜まれば撃てんだ。だから、カットインの間に固有テンプ2回発動して14溜まって、1秒おきに2溜まるから、まあ、なんか爆発のカットインの間に、まあ、20になってて撃てるような仕組み、結構緻密だな。ぴったりか。すげえな。スキル中に爆発使ったらハンドキャノン一発撃てるようになってるんだな。すげえ。え、じゃあ勝利でシールド、あ、シールド貼ってで、ベネットで炎元素つけていくよ。ハンドキャノン撃つ、爆発使う、
ハンドキャノン撃つ。これ3回目、4回目、5回。おお、奥深え。難攻不落。ああ、こいつみんなは俺がかかったな。1、2、3。キーニチはあれやね、スキルでハンドキャノン4回は撃てるようになろう。爆発あるときはもう爆発スキル、ハンドキャノン、爆発ハンドキャノンをもうマストで使えるようにして 5連発できるようになるのが大事で、そうなってくると5連発するためにちゃんと元素チャージ効率を盛るのも意味が ある程度元チャも多少は意味があるね。キニチの4突は意味あるかもな。キャノン打ってアルティメットやね。そうじゃないと無理やね。剣女盤石。スキル、キャノン1回目、キャノン2回目、キャノン爆発使う、あ、キャノン4回目、キャノン5回目。素晴らしい。ハンドキャノンちゃんと撃てるかどうかが結構ダメージしっかり関わってくるな。燃焼なしだったらじゃあ3回なんかな。じゃあキーニチのちょっと燃焼抜きで、激化型はもうハンドキャノン諦めてるからちょっと待ってや、燃焼、キーニチの燃焼抜き3回かな。燃焼抜きだと1発2発3。あ、3回も撃てない。 What？ ガンザン89。でも3回も撃てなかったな今。ハンドキャノン2回しか撃てないなら燃焼必須じゃね3回は撃てないとな。いや、これ結構プレイ、キーニチ極めがいあるわ。おもろ。まあそう、3回撃てるならね、激化型もね、ありだと思うんだよな。ハンドキャノン9万出るしな、地流で。1、これ左に出る。お、ちょ、柱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 。柱おい、これ邪魔だろ。おい、ちょっと勝利と相性悪いキャラ出てきた。1しかエリア入って、2左、通常攻撃連打が良くないのかな。通常攻撃連打しちゃってるせいで3発目打つ前にスライディングしちゃってる説あるな。まあまあ、やっぱ炎は大事っぽいっすね。キニチ大体分かってきたわ。激化型はでもあり、なんかそうね、ハンドキャノンの回数が2回になっちゃうならさすがに激化型はなしだな。9万出るからね、激化型でも。3回撃てるなら激化型でもいけるな。で、まあ、燃焼してたら4発撃てるし、爆発使ったら5発撃てるな。今日だけで、だいぶ学びあるわ。なんかキリチ味する。どうもです。こんにちは、チャです。ネルメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。